Hey, what's up? 英会話スクールイングリッシュパートナーズのレイニーです。The others と others の違いはえ、両方とも他のという意味ではあるんですけども、だがつくのとつかないのでは意味が違ってくるので、この機会に覚えましょう。まず、the others の方なんですけども、こちらは特定の中の残りの全てという意味になります。例えば、ボールが3つあったとします。1つが白で残り2つが黒です。one is white and the others are black という風になります。じゃあ次に、others はどういう意味かというと、他にも残り 氷がある中のいくつか複数のものになります。例えば4つの形があります。1つは四角で、そのうち2つは丸です。one is square and others are circles という風になります。the others と others の違いややこしいですけれども、この機会にしっかり頭に入れてください。会いに行く英会話、スクール、イングリッシュパートナーズで検索オンラインレッスンも始めました。